はい、皆さんこんにちは。参議院議員の柳瀬博文です。今日も柳ちゃんを始めていきます。今日は NHK の話、イギリスでボリス・ジョンソンを率いるですね、保守党が総選挙で圧勝と。これはですね、EU を離脱するのかしないのかと、ブレグジットということが言われてきましたけれども、これが大きなテーマだったんですが、もう一つ隠れたテーマがありました。それがこのイギリスの公共放送である BBC の受信料、これをどうしていくのかということだったんですね。ボリス・ジョンソン、ボリス・ジョンソン首相はこの BBC の受信料制度、これを廃止するということを言ってきたんですね。現在はこの BBC は受信料を払うことは義務化されていまして、ほぼ 100% の人が払っています。カラーテレビを持っている人は約22,000円、そしてこれを払わなければ14万円にも及ぶ罰金が課せられるということで、かなりですね、重たい負担となってきたという現実があります。それをですね、視聴した分だけ支払う、いわゆるサブスクリプションをですね、課金制度にしていこうじゃないかということをボリス・ジョンソンは言ってきたということなんです。さて、このイギリスの総選挙での勝利、 BBC の受信料制度の改革、これがですね、我が国日本にも飛び火してくるんじゃないかということ、これがこれからの議論になってくるだろうと思います。 NHK の問題ですね。日本でも NHK の在り方についてはさまざまな議論がなされてきました。NHK をというですね、N 国党が躍進をするというようなことで、この NHK どうなのということがさまざまな議論になってきました。その中でも今話題になっているのが、来年4月から始まる NHK のネット同時配信なんです。この実施基準をめぐって NHK と高市総務大臣が激しいバトルを繰り広げています。高市大臣はこの NHK の三位一体の改革と、一つには業務のスリム化、受信料の引き下げ、それからガバナンスの強化、この3つのポイント、これを挙げているんですね。子会社の整理統合、これを進めなさいよ、業務を肥大化することなく徹底してスリム化していきなさいよ、受信料高すぎるじゃないかと、こういったことを高市さんは激しくですね、 NHK にプレッシャーをかけていて、この攻防がなされているということなんですね。そこで NHK は改革プランとして4波ある BS を3波にするんだ、こういった改革プランを出してきました。しかし高市大臣は、それだけではねということで、さらなる改革を求めているというところなんではないでしょうか。そもそもですね、 NHK は受信料によって支えられています。でこの受信料は今7000億円とということで、非常に大きな金額となっているんですね。収入ありき、7000億円ありきで、じゃあそれをどうやって使っていくんだという経営をしているものですから、だから余分なことをやったりとか、余分な人件費を払ったりとか、こういった問題が様々に起きているということが今問題となっているんです。ですから高市さんの言っていること、これは正しいんじゃないでしょうか。私たち日本維新の会はこの NHK 改革について、高市大臣の先を行く改革、これを提案しているわけであります。これ参議院選挙のマニフェストでありますけれども、 NHK 改革、防災情報など公共性の高い分野は無料化、スマホ向け無料配信アプリを導入する、有料部分は放送のスクランブル化と有料配信アプリの導入ということ、これを掲げているわけですね。無料化の部分と有料化の部分、これをですね、しっかりと分けていこうじゃないかということを、これを申し上げているわけであります。こういった NHK 改革、来年の通常国会でも NHK の予算の審議、これがなされます。しっかりとですね、この改革を前に進めていけるように、尽力をしてまいりたいというふうに思いますので、どうかしっかりと見ていてください。やなちゃんでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。